なんて速くスピードでいくんだこれ。もう切羽詰まってますね。マッパエアプレーン。さあエアプレーン、はい、さあ昨日の台湾戦見たんですが、エアプレーンかなり奇抜なんですね、はい、SR が覗くポジションをもう47選手が見てると AR で、はい、そんぐらい自信のある台湾 AHK HQ ですね、 e スポーツクラブなんですが、さあ攻めがデトネーター青ですね、で赤の HQ e スポーツクラブ守りです、はい、さあ壁抜きしてるんですが抜かれ返されましたね。反応というかもうなんか反射してきますね相手の動きは。さあただ打って変わって HQ 2側に3人寄りましたね。さあデトネーターそろそろポイントを取りたいところなんですが、まだまだ人数分散してます。はい、まだどっちに行くとかが決まってないでしょうね、はい、さあ壁抜きグレネードを食らってしまうときついんですが、スモーク越しに、さあ BO 選手と 6C 選手が一側を守りつつ、さあもう一人やられてしまった SR で、ステージに降りたのはもう気づかれてると思うんで、そうですね、砂釈迦砂は今一側に寄ったんですね。あ、ここさあ釈迦選手置いてるので倒しますが、さあ DD 果敢に勝負してきますね釈迦選手、はい、さあガラスが割れる音がしたんですが、もう一人の SR HQ AR 選手に今のチェンジがめちゃくちゃ早いですね。さあ残った一人サヤテ選手、キレキレなエイムでどうにか勝ってほしいんですが、 DP 選手の M4 で遠距離やらしまった。 HQ1 ポイント取りました。0対1。さあリズムを作りたいデトネーターなんですが、 DD を取る感じですかね。一番のしっかり取ってちょっと当てましたね、はい、さあグレネードで一人死んでしまいましたね。スワールが釈迦選手がダウンしてしまったんですね。さあ上海さんがリリーを取りましたが、はい、スナイパーがいないというのはかなり厳しい問題なので、とにかくスナイパー拾ってるとは思うんですが、ニコロビッチ選手、さあ UAV がバグってしまった。さあニコロビン選手一人で2側に詰めますが、相手が逆に引いていきますね。ただとりあえず C4 はまだリスポーンに置いてる状態、そうですね、これがいいか悪いかわからないんですけど、もうとりあえず C4 は持っといた方がいいので、この展開が遅れる原因にもなりますので、できれば特に C4 遠いんでね、はい、C4 を持っておいた方がいいなとは思うんですが、さあ倒し倒す。さあこのまま DD 出てくる BO 選手を倒せればなかなか楽なんですが、しっかりとまた同じポジションにつきましたね、はい、ヨッピーが今 C4 を回収しまして2側に寄りましたね、はい、ニコロビン選手のカバーに入るんでしょうか。さあどうでしょうか、これまた1釣り2な感じがしますね。ヨッピー選手が釣り2側に流れる、さあグレネードを投げたがしっかりと入っていますね。さあ壁抜き放題に1に全員寄っていく。さあうまい展開だが HQ もすぐ気づく。さあ DP 選手が柱部屋にいるので C4 設置をすぐに対応するんですが、もう出てくるがしっかりロビン選手がカバーしました。3対3。さあ、ヨッピー選手は1からの裏取りが怖いですね。そうですね。さあ、ヨッピー選手、ポン内にこもるんですが、しっかり1人倒していきます。さあ、AR 選手、スナイパーですが、敵の位置がヨッピー選手が3人、2人ですね。抜きましたね。ロビン選手がしっかりカバーして1対1。これでラウンド1対1。
さあしっかり C4 拾って、これはもう最速ラッシュの形ですね、仁川。はい、さあただ SR がどこにいますかね、一番ですね。さあこれだが、しかし47選手に止められてしまう、2人抜きで止まり、そこまでですね、そうですね、2対2痛み分けになりますが、もうここは思い切っていくことができないですね、はい、さあスモークを撒いて1回退散しますが、さあどう展開していく、さあ HQ は DD を取ろうとするんですが引きましたね。さあ両者これ仕掛けることができない、時間だけが流れていく。さあ警戒する両者なんですが、 DD をデトネーター詰める模様です。できればサイレントでいきたいところなんですが、グレネード投げてしまったので、 HQ2 側の SR が寄ってきますね、はい、さあただもう一回寄れない状況なので、今のタイミングでいければ、さあただ1ポイント守るは BO 選手、エイムに定評があるが抜かれてしまう。さあポイントを2人で取り、釈迦選手は DD をロックしてますね。この後デトネーター有利、はい、さあガラス設置なので、あ DD 抜けましたね、普通に抜けましたが、さあ倒せるか、さあ瀕死です。さあ釈迦選手しっかり倒して2対1、1ラウンドリードです、はい、さあここでちょっと余裕ができるんですが、逆に HQ 何か仕掛けてくるんじゃないかなと、かなり怖いです。さあ DP 選手が2側ですね、フラッシュを投げ、マルグレを投げ、さあしっかりとクリアリングしていきます。さあ DD 内には HQ6C 選手がいますね。さあまたダクトに BO 選手、さあフラッシュグレネード食らってしまった、引かざるを得ない。さあ DD までは取れたデトネーターなんですが、ダクトに1人いるんですね。ヨッピーを残してるんですね。さあただヨッピー選手やられてしまった。さあ釈迦選手がしっかりと削りに行くが、ここで最果て選手もヘッドショット、47選手2連続ヘッショですか、はい、選手の打ち合いには本当強いです。もう会場もざわめきですね。あれあんなのできんのみたいな。さあ1人スナイパー食ったんですが、ラウンド2オン2オン2、さあまだ攻めのデトネーター、もう一個貯金を増やしておきたいところなんですが、はい、さあこのキャット折り、これが結構苦しめられてましたね他の国は、さあ47選手またもやこの2度目できるのか。さあ1人目ですが、デトネーターしっかり倒し返す、サンデーク選手も苦しい。さあ上海紅茶館選手とニコロビン選手がしっかりとこんなに入るが、釈迦選手がしっかり対処。さあスナイパーが柱部屋青部屋ですが、
シャカ選手の存在に気づき、それを倒しに来ましたね。さあ、当てられない。おっと、やられてしまった。さあ、BO 選手残る1人。さあ、デトネーター C4 持ってないのですが、しっかりシャカ選手が倒しましたね、はい、3対2。またデトネーターが1本リード、はい、シーソーゲームですね。さあ DD ラッシュですかね、5人全員いきます、はい、さあだがしかし BO 選手がしっかりとダクト入っているので止めれるかと、止めれない。さあ4人 DD に向かったデトネーターなんですが、 HQ もすぐさまシフトしてくる、出る。さあ出てフェイントを繰り返してエリアを広げます。さあ3対3。さあここで来る、HQ の取り返しが早い。いやもう孫つきませんね、取り返しにね。入るとなったらみんな入っちゃう。 C4 設置した後にすぐ来るなら分かるんですが、はい、C4 設置する前にもうすでにいるんですよね。さあ攻撃と守備変わりますが、さあ攻めが青、HQ、e スポーツクラブ、守りが赤、デトネーターとなっているんですが、折り返しは3対3で互角となっているんですが、HQ、どういう攻めを見せてくるのか、またデトネーター、しっかり守りきることができるか、このラウンドを HQ に取られてしまうと、このセットですね、この試合負けてしまうと、HQ の優勝が決まってしまいます。はい、追い込まれた状態でラウンド数3対3、はい、HQ の華麗なヘッショに、しかしさあ3対3、ただ C4 落ちてますね。さあ上海高座間選手がしっかり倒しに2対3。 C4 は分かっているはずなので、敵のシフトは DP 選手、あいつ殺しに行こうと上海選手が決めに行きますが、しかし、しかし味方のカバーでなんとか倒しました。さあ SR 上海高座間選手を倒していく。しかし投げておいたグレーが暗い、俗に死にグレーってやつですね、死にグレーですね。さあデトネーター取りました、守り3対4。それからずっともうラウンド取って取られて取って取られて取って、こう繰り返しですよね。本当一進一退。さあフラッシュを投げ込むデトネーターなんですが、 DD は取らない。さあスナイパーシャカ選手が見ているんですが、この砂2ですね、上下に、はい、ロビン選手、シャカ選手、対するのはよっP 選手と上海選手がこれ2段、もう両方2段ですね。ロビンとシャカ選手の砂2段って鬼ですよね、これね。鬼ですね。出したら顔出したら絶対助かんないですよ、はい、さあ2が2を対 HQ。 さあフラッシュを起動にポイントマンの頭を抜いてもう1人倒したいが、しっかりと甘えない、甘えない、甘えない。さあ長い SR がしっかりと上を置いている。さあここで甘えてしまうと上海紅茶館選手まずい気がする。この SR は止まらない。さあ2対2、坂選手、ロビン選手が SR で取り返しますが、そこでここに残るは47選手、このアサルトに抜き返せるか。シャカ選手の位置はバレていませんが、足音でバレてしまったか。さあ置いてますかね、この HQ47 選手が出ていくんですが、シャカ選手が倒す。しっかりと当てて3対5。さあ久々にデトがリードしましたね、リードしましたね。これはちょっと余裕あるんですが、これ気を抜くと本当に足元救われます、デトネーター。さあそこで余裕ができたダークヨッピー選手、端下まで詰めます。さあヨッピー選手の上には3人。さあ1人やられてしまいましたが倒し返します。
さあ詰めてきたところをまた抜かれてしまう。2側に3人デトネーターなんですが、 HQ1 が DD に1人。さあこの打ち合いはさやはて選手が勝つ。さあキャットに1人いる SR が、おっと2人荒島、残りはさやて選手、残りはさやて選手なんですが、ショート聞こえて上を倒す。さあ2対1。さあ1回整えるためにクリアリングしていきます。ただしかしこの台湾の HQ の動きを見るとまだ警戒しますね、相当。そうですね。さあガラスが割れる音が聞こえたさやて選手は寄りますが、さあで C4 設置した後覗きに行ってスワールズがしまった4対5。さあ攻める HQ、 守るデトネーターですが、守るデトネーター DD を取りに来ますね。さあ日本はちょっと負けが込んでるので引き気味な味方に変わってます。この字は明けです。はい、さあ HQ いろいろと動いていくんですが、どちらを取るかが決まっていない。ロビン選手これ上ですかね、上ですかね、下ですね。さあフラッシュを投げられてしまった、かざるを得ない。スモークを投げられ視野が狭い。さあその間 HQ がロング3人で詰めていました。さあ柱部屋に来る HQ をさあ上海さんが止めることができるか。さあ1人止めた、だがしかし裏に1人来てるが倒せない。3対3。坂選手の位置はバレていないか。さあデトネーター裏2人、これを取れればいいですが、しっかりとボー選手が見ているが、しっかりさやて選手がカバー。2対2。さあただ47選手の飛んでくるパラ、さやて選手が1人食い、もう1人食えるか、瀕死だ、倒せない。さあ5対 5HQ 並んできた。これはもう取って取られての繰り返し。さあデトネーター雰囲気崩さず行ってほしいんですが、このようですが、このセットを落とすと準優勝、つまり優勝なくなってしまうので、ね。さあヨッピー選手先ほど止めたので、もうヨッピー置かせるしかないでしょうと。さあただフラッシュを投げて引きますね。ちょっと声が近いんでポイントいるかと TP 選手考えてるかもしれません。はい、さあ一側最果て選手がお得意のロングチラチラしてるんですが、相手は47選手。さあ HQ 一側に寄りますね。さあブルーシートをしっかり取ってるというTP 選手の報告で1側にめちゃめちゃ寄っていきます。1にはシャカが乗っている、シャカ選手、ロビン選手2人の SR でいきたいところですが、スモコを投げられるのが怖い。さあ投げられてしまった、引きました。さあここで1側に3人寄らした状態で2ラッシュですかね、はい、さあロング1人上がってます、すでに2人。さあ DP 選手しっかりとクリアリングするんですが、ヨッピー選手の反応にかなわない。さあ2がもうないと、ヨッピー選手引きながら柱部屋が取られてしまう。シャカ選手の真下に1人いる。さあ人数は3対4、3対3で HQ がセンターを取りましたが、上海工場の選手がいいポジションを取ってる。さあだがしかしニコロビン選手、上海選手やらしまう。このラウンド取れないと厳しい。さあ HQ e スポーツクラブマッチポイント、次のラウンド、このラウンドを
取れなければデトネーター敗退となります。さあ頑張ってほしい。さあ崖っぷちさあだがしかしやられてしまう釈迦選手。釈迦がここで落ちるか。さあエースナイパーを失ったデトネーターなんですが、サヤツ選手は諦めない。ロングを警戒して一人打ち合う。負けてしまうか。さあデトネーター3人、上海選手はこの位置。ニコロビン選手もやられてしまった。ダークヨッピー選手がロングのカバー行くんですが挟まれているんですね。これ後ろから DP 選手に打たれてしまうか。HQ e スポーツクラブ対デトネーター、はい、試合スコアが7対5でセットポイントがですね、はい、